暑い日が続いていますが、街中で話を聞くと、暑くてもマスクを外したくないという声が多く聞かれました。このような声は子どもたちからも聞かれ、学校側は熱中症対策に頭を悩ませています。こちらは午前9時に気温が 26.4 度まで上がった仙台市の中心部の様子です。湿度が高かったため、気温以上に暑く感じられた中、ほとんどの人がマスクを着用して歩いていました。外歩いてるときは辛いですね。もわもわするので。化粧も崩れるし、大変です。蒸す？熱がこもったりして、でも辛いですね。厚生労働省は、屋外で会話をほとんどしない場合は、人とすれ違う散歩や通勤、ランニングなどでも、マスクをつける必要はないと呼びかけています。そんな中、暑さに耐えながらなぜマスクをしているのか理由を聞きました。外さない、外さない。あ、それはどういった理由で外さないですか？もう恥ずかしくて、下半身見られるのか、顔の下半身、それでちょっと外しづらいとこがあります。自分もちょっと外すの恥ずかしいですね。はい。このような声は学校に通っている子どもたちからも上がっています。体育の場面でも外さないで運動をしているっていう子はやっぱり何人かはいます。若林区にあるこちらの小学校では、熱中症予防のため教師が体育の授業でマスクを外すよう促しても外さない児童もいるということです。外さない理由の一つには、これまで過去2年間ずっとマスク着用っていうことが習慣化されていて、でそれで今急に外しなさいと言われても、なかなかそのこの顔からマスクを取るという行為、それがやっぱりこうスムーズにできないでいるのかな、躊躇しているのかなっていうふうには感じてますし、あとよくこのマスクの素顔、マスクを外した時のこう素顔が見られるのが恥ずかしいっていう声もちょっと聞いたことはあります。熱中症のリスクを考え、なるべく外すよう指導していますが、新型コロナウイルスへの感染を心配する声もあり、強制はできないとして、どのように対策を講じるか頭を悩ませているということです。